見て、こっちに来てたよあいつ。待って待って待って。は？破ってくる？破ってきた！破ってきた！あー、この、え？今？あれ？こん二人息子やん。ネイバーのおっちゃんの。あれ？おっちゃんそこにいる？はい、こんばんは、島津です。皆さん、ハローネイバーのお時間がやってきました。前回はですね、そうだね、一人のジャーナリストとしておっちゃんの家に侵入して、現在今起きている行方不明事件の痕跡らしきものを収めたところ、証拠を収めたところで終わりました。で、今回はそうだね、前回も話しましたけど、まずはレストランの方行ってからおっちゃんが潜伏している家にちょっと様子を見に行きたいと思っております。はい、よろしくお願いします。で、このツールどうしようかな。もう持っていこうか。別に圧迫はしないと思うんだよね。このツール結構便利なやつで、これ監視カメラなんだけど、ここに設置しますよね。で、このモニターを使うことによって監視ができるんですよ。自分で取り付けが可能な監視装置、それがこのツールです。で、ちょっとしたね、小ネタ話させてもらうんですけど、皆さんね、あんまご存知ないと思うんですけど、実は、この2がね、発売される間にですね、おっちゃんのね、本名がですね、公表されました。おっちゃんの名前、ピーターソンです。で、本名がですね、セオドア・マスターズ・ピーターソン。っていうね、超長くて覚えづらい名前なんですけど、それがおっちゃんの名前で、ハローネイバー1作目の序盤、1作目の主人公が子供だった頃の年齢は33歳で、大人になった1作目の主人公が35歳なんで、25年経ってるっぽいんですよね。だからおっちゃんはその頃は58歳になってるみたい。はい、ちょっとした小ネタでした。なんかいろいろね、公開されてるんですよ。実は、そうだ、まだあった。ハローネイバーね、アニメ化もされました。国内じゃされてないんだけど、国内じゃそこまで有名な話じゃないんだけど、海外ではね、結構取り上げられてましたね。ガチムチじゃん。ガチムチって、男に使うもんだっけ、この単語。ね、ガタイのいい女性ですよ。そうだね、ガチムチってちょっと違うな。女性に対して使う言葉じゃなかったわ。ごめんなさい。パン工場みたいですね。パン工場、まあ、レストランじゃなくて、パン屋さん、パン屋さん。パン屋さんですね。で、お話とかはね、現状聞けないみたい、特には。で、鍵があるわ。見て、パンで作った鍵なのかわからんけど。特に話すことはできないみたい。こっちは入れる？入れるんだ。来る？あ、来た来た来た。怒った。やばい。あれ？出てこれないっぽいな。すごい挙動ってんだけど。なるほど。いや、ごめん。出てきやがった。ちょっとダメ。いた。タックルされた。いた。くそ。なんてこった。あ、どこ行った？そっち行った。入るのはダメなんだね、ここ。でもなんかあるね、ほら、本とか。アイテムだ。バレるかな、これ。いや、あ、バレない。よかった。あ、閉めた。ナイス。これは取れる？取れないね、小麦粉。これなんだろう。あ、パンのね、レシピですね。来るかな。いや、大丈夫。来ない。まあ、ちょっと何があるか見ていきましょう。隠れる場所あり。あ、裏口から、出れましたね。開かねえんだ。でもなんか大事なのがありそう。あ、消火器あるわ。アルファ版でね、使ったあの例の消火器。めちゃんこ使えるんですよね、実は。あれ、これもしかして、あ、もう一杯なんだ。
だからどれかを捨てないといけない。ここで、こう、ゲットできた。これはどう使うんですかね。まあ、ちょっとよくわかんないけど。あ、これね、おそらくね、投げると、粉が舞うんじゃない？舞わんか。粉が舞うかと思ったんだけど。開いてる。あ、2回やった、2回。2階にちょっと潜入しましょう。リッチですね。あ、キューちゃんがいるやん。キューちゃん。うん、こんなとこに。キューちゃんの剥製が。これは？パンの作り方かな？ミートパイか。あ、チェリーパイだ。さくらんぼが乗ってるから。チェリーパイの作り方が乗ってました。ほか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 。パン屋さんは現状、特に、特にないみたいだね。行く場所は。ね、女性のお風呂場に潜入しちゃった。捕まるよ。よし。あれあれなんか見えない。見えない何かがあって通れませんね。ここはもう仕方ないわ。それじゃあ、おっちゃんの、家に行きましょう。この秘伝のレシピはちょっといただいていきました。使い道がわかんない。わかんないけど。わあ。やっぱ相変わらずおっちゃんちだなーっていうのがわかりますね。改造が施されてますから。やっぱおっちゃんが所有する家なんでしょうね。っていうか、おっちゃん、今この時点で33歳だよ。どれだけの資産を持ってんのかね。33歳で。遺産を相続したのか、それとも株で儲けたのか。そこもちょっと、ね、謎がありますよね。あー、めっちゃ登りやしい。これ上から潜入かな。はしごある？でも使えない。ちょっと待ってね。あ、そこ入れ、ここ入れそう。あれ？鳴き声が聞こえる。子供が泣いてるぞ。お、待て待て。入れないのか？なんで？ちょ、入れねえぞ。子供が泣いてる。どこだ？ん？ああ、いた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 。子供。これ兄ちゃんじゃん。兄ちゃんでしょ？兄ちゃん今ここに移動してるみたい。泣いてるわ。まあ、これは、あのことがあったから、泣いてるんだと思うんですけど、そう、あんまね、ネタバレになるから言わないようにしてんですけど、これ割れるかな？割れた！なんて硬い紙なんだ。なんて硬質な紙なんだ。割れたぜ。窓ガラスを。あれ、凶器だったね。カメラ設置したいけどね。難しいな、ここから設置は。ちょっと、アプローチ変える。懐中電灯欲しい。夜厳しい。あ、いける？はいはい。どうにかね。なんで入れないかね。ここ入れるだろう。じゃあ上登って。降り入れる場所あっかな。あるね。ここはなんだ？煙突か。侵入はできない。オッケー。降りて。入る場所ないね。下か。おお、ロープあった。ロープ。待って、取れるか。枠開いてんだけどな。枠開いてんだけど取れんぞ、ロープ。抜けんじゃねえか、これ。バールで。はい。抜けんか。バールじゃ抜けない。っていうか、暗くなってきた。潜入できるとこがないね。まあ、子供がいたのは分かった。これはもう、下から、尋常に攻めていくしかないのかな。あ、ここ行けそうだね。あ、ここ行ける、ここ行ける。開く？開かないの？ダメだ。鍵がかかってんのかな。これ、窓ガラス割って、
せーの。ダメか。起きた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 。ダメだね。気づいたね。気づいたけど。まあ、一旦もうこれ退散しましょう。おお、なんか更新されたよ。ちょっと待って。ボード見に行こうか。多分、どこどこに行けって言うんじゃない？潜入できないから。どうだ？ほら。なるほど、なるほど、なるほど。パン屋さんは、ネイバーがいる家に、食事を、パンを届けてるみたい。多分だよね、流れからして。そういうことか。わかった。料理して、持っていけっつってんだ。多分、チェリーパイかな。え？チェリーパイだったらまずいぞ。レシピ、家の中に放り投げたから。多分そうだよ。開けさせんだよ。パンを届けて。だから、パン屋に、うん、そう。前回、ボードにパン屋が出たんだね。ただ、パンはレシピのでいいのかな？それとも、普通のパンでもいいんですかね？既存のパン、そこに置いてある。調理しないといけないのかな？自分で。釜にぶっこんで。いけるかな？はい。無理か。あ、いた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 。ほらね。あとは薪。薪かな？あ、パンあるやん。焼いてる焼いてる。いや、違う。これ、冷凍してんな。冷凍してる。あ、チェリーパーやった。チェリーパーやった。ごめん。チェリーパーあるやん。作ってあったやつ。あれ、どうやって開けさせんだろう。なんか殴ってる。なんか今殴ったよ。あ、取り出しちゃった。あ、捨てに行った、捨てに行った。この間にパン飛んだ。よしよしよし。開かないよね。開かない。パンを置いとくとおっちゃんが出てくるんじゃない？ただどこに置くかだよね。どうかな？チェリーパイじゃないとダメなんですかね。玄関か。よいしょ。見て。ここにパン。ミッションほら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 。更新された。待って。合ってる臭いぞ、これ。合ってる臭い、合ってる臭い。ちょっと戻ろう。あ、またなんか更新された。いいぞ、いいぞ、いいぞ。今日冴えてる。ちょっと待って。どうかな？開くかな？開かない？いや、これは来たんじゃねえか？あー、増えてる、増えてる。なるほど、なるほど。オープニングで出てきた人、いましたよね。うん。あの人の家に行けっつってる。そこに鍵があるっぽいね。おそらくこの鍵は、パン屋のそうだね。パン屋のレジの後ろにあった、あそこの鍵なんじゃない？今の人に届けろって言ってんのかな？クロワッサンが好きなんじゃない？ここだよね。ここ。どっから入れる？入れる？これ。開くんだ。ああ。ワンコロがいますね。ワン。かわいい。かわいい。ワン。ワン。ワン。かわいいね。ああ、捕まった。わかった。パンだ。パンをね、どう？食べに行かんな。やばい。パン投げちゃった。待って、パンだけでも回収せんと。あれ？あ、やばい。
パン。やっぱパンには見向きもしない。あ、鍵あるよ、あそこに鍵。このワンワンをどう処理すべきか。おもちゃかな。どっかにおもちゃある。守ってるね、守ってるワンワンが。あの鍵を取りなさいって言ってんでしょ。ただ現状だとクロワッサンには見向きもしませんね。つまり、なんか、おもちゃがあるんじゃない？あ、登れる。いける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 。多分ね、この人ん家の中に、犬を誘導する、おもちゃがあるんだよ。ジャズかな？ジャズの演奏者なのかもしれない。あいたあいたあいた。重いな。今回は開いた。よかった。広い。豪邸だ。ジャズの演奏者っぽいね。多分ね、窓はね、内側からじゃないとダメなんでしょうね。来た来た、降りてきた、降りてきた。上行こう。ひれー、大理石かなんかでしょうね。わ、2階も広い。犬のおもちゃが欲しいな。どっかないかな。ちょっとした庭園だ。開かない。開かない。くそ。開いた。一旦逃げて。ここはね、多分ね、割れば開けてくれんじゃないかな。クロワッサンじゃ割れんか。これでも割れない。強化ガラスっぽいな。強化ガラスっぽい。おお、お、割れた。危ない。バレちゃった。ここにクロワッサン置くんじゃない？違うか。いました。なんかあるか。あー、レコードがあるけど。あ、ちょっと待って。落ち着け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 。これこれ、あれ、おい、取り出して。あれ、監視カメラなくなってる。あれ、監視カメラどこ行った。多分まず、俺監視カメラどこに、あー、あ、ここにつけたまんまか。しまった、取り外してくの忘れた。おもちゃないか。犬の2階かな。1階はもう見たよね。あらかた寝た。来た。あ、こっち行ってない。開いた。脱出経路は確保して。これ待って、バールで開くんじゃない。どうだ、開かない。あ、出れんね、ちゃんと。一回こっきりなんだ。脱出サイド、あ、これきついな。サイド無理なんだ。開ける？入った入った入った。
まった。くそ。引っかかった。あ、でもね、侵入できるよ、あそこ。場所としてはどこがいいかな。ここにしとこうか。あ、やっぱ入れねえわ。あの人しか開けられない。うん。あれ、今、監視カメラ設置したから、タイミングを見計らって、そうだね。ここに入りましょう。お！危ない。今なんで赤く光ったんだろう。あ、多分ターゲットっつうか誰かが映り込みましたよっていうのを表してたんだと思う。赤マーク。そこ入って、そこ入ってよ。手になんか持ってんね。手になんか持ってる。そっちじゃない。そっちに入ってくれ。え、待って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 、見て見てみんな、何事これ、何事この煙、え火事、いや火事のレベルだよね。どうした、パン焼いてるんだパン焼いてる扱いになってるこれ。あ、そこに入れたんだね。え、なんかガシャンつったけど、なるほど、とんでもねえ煙を吐きながら、そうだね、パンを作ってるみたい。お、待って、これ何？これ何？あ、来た？これ何だろう？あ、パン取った。あ、入れた。焼いてるね。あ、寝かしてたんだ。発酵させてたんだ。これは？なんだ？キーピックだ、キーピック。うん。キーピックだよ、これ。え、つまり、パン屋の、あの鍵取れるよ。キーピックがあるから。ただ、どうやっておびき寄せるかだよね。ここまでは大丈夫なんだよね。あろう。ほら、ここまでは。あ、いいね。あ、見て、火ついてる。すげえ。つこだ、外は、相当あれだね。ちょっと待って、今。いける？これいけた。開いた。あ、違う違う違う。回収。OK。あ、待って待って。穴が開いてそうなとこは見つけた今。ここ。ちょっと上から覗こうか。朝だからちょっと分かったけど。なんかね、穴が開いてたっぽく見えた。いやいや、違った。ごめんごめん。ここだ。ここ穴開いてるよ。あ、入れるやん。あった、みんな。おっちゃん家に入る場所。じゃあ、入るよ。うん。ここ開かないよね。じゃあ、はい。おっちゃん家、初潜入。敵は？おっちゃんはどこだ？一応バール持っといて。おっちゃん寝てる？オッケー。鍵がしてある？ああ、そういうことか。あの鍵が必要なんだ。ね。まあ、そうだね。家の中見たけど、犬をおびき寄せるためのものっていうのがなかったんですよね。じゃあ、どうやって話すかだよね。あ、待って、みんな。一つある。うん、まだ試してないのが。ドーナツ。クロワッサンは試したけどダメでした。ただ、ドーナツはまだ試してない。ワンチャンドーナツでいけるかもしれない。はい、じゃあ、あれ？お、待って、ワンコロいないぞ。ワンコロいない。ちょっと、落ち着け、落ち着け。物がいっぱいで持てない可能性があるから。いたいたいた。おい。ダメだ。ドーナツもいける？ドーナツどう？これね、ワンチャンこうだよ。いや、もう強引に行けばいいんだよ。ほら、登ってこれないもん。ドーナツは効かんかったけど。そうだ。俺、この高低差を。うっそー！
そこダメか。いや、でもいけるよ、俺。うん。いけるよ。こうで、あっち行ってる時に、ほら。あ、やばい。危ない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 。やばい。取った。終わり。走れ。しまったな。気づくのがね、遅れましたね。そうだよ。うん、あの上に乗れば登ってこれねえんだよ、ワンちゃん。何かでおびき寄せないとっていう発想があったからあれだったけど、これが正解でしたね。で、ドーナツはやっぱ効かんかった。うん、効くかと思ったけど。はい、ということで、本日はここまでとしておきたいと思います。今回ですね、新たにパン職人さんとジャズシンガーさんが登場したんですけど、果たしてっていうか、まあ、おっちゃんと知り合いっぽいんだよね。うん。この二人はおっちゃんがね、やってきたことを知ってるんですかね。そこら辺もね、何かしら分かってくると面白いですね。はい。それでは次回、ついにこのおっちゃんの家に侵入していきたいと思うので、よかったらね、続き見てやってください。よろしくお願いします。それでは、島津のハローネイバー2になりました。失礼します。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。